今回の、まあ、一番のチャレンジが、まあ、業界最薄の高さ90mm。 見た目も中身も全く違う。かなり大変な開発になるかなというところは、新しいことにチャレンジできるなっていうワクワク感というか。前の世代のマルチセンサーカメラなんですけども、商品力的には弱かったということでゼロベースから考えましたと。まあ、世の中的にも AI の活用が広まっているという点と、アメリカで市場が急成長しているというところ、まあ、企画決済が1年弱ですね。まあ、ドームの形状も変えるっていうところで、いかに画質劣化なく、一番ポイントだったのかなと思ってますね。開発当初はセンサーサイズ小さいものを使っていて、熱がこもってしまうような構造になってしまったので、基板に乗っているディスト部品の高さから配置、設計抜本的な見直しというところで薄さというのを実現させました。まあ、ラッキーという面でいうと、いいメンバーに恵まれたかなと思ってます。短期間でできた要因の一つかなというふうにも思ってます。はい。まあ、アメリカの営業最前線のメンバーに、まあ、フィードバックをもらって設計に反映するといった取り組みをしていました。で、結果として、まあ、営業の方も一緒の気持ちになってうまく進めれたのかなとは思いますね。現地の意見を反映させて、特に設置のところですね、開墾してから設置するまでお客さんがどうすればより簡単なのかというところは常に意識しています。かなりの手応えを感じています。ショーの中でも非常に評判良かったっていうふうには聞いてますので、まあ、そんだけやっぱりいい商品ができたんだなというふうには思ってますね。この4月にアイプロ株式会社になって初めての新商品、大型商品になるので、アイプロブランドを知ってもらうきっかけになってくれればいいかなと思ってます。